伏黒洗脳は、なでしこか洗脳族の多年層。茎は直立し、高さは40から90センチメートルになる。和苗の由来のように茎の節が黒か四色になり、茎の上部は分子し、まばらな難毛がある。葉は、無柄で茎に耐性する。葉心は、卵形から長楕炎上皮芯型で、葉先は栄線形で、基部は細まり。 長さ5から14センチメートル、幅2.5から5センチメートルになる。夏季は7から10月。野草では珍しい色の主石色の花を分子した茎の先にまばらに数個つける。額は2.5から3センチメートルの長円頭状で5列し、毛はない。花弁は5個で、長さ2.5から3センチメートルになる。果ては、先が5列した、長大円型となる。 種照名のミカリアナはドイツの植物学者の AW ミクエルに由来する。別名がゼニバナと大阪バナ。日本の固有種で本州、四国、九州の産地のリンゲなどに自生する。田中澄江が花の百名山の著書で雲取山を代表する高山植物の一つとして紹介した。山野草として苗が販売されている。日本の 各都道府県で以下のレッドリストの指定を受けている。環境省としてのレッドリストの指定はない。森林の伐採や園芸採取などによる現象が危惧されている。ありがとうございます。